東京クロノスは2019年に発売された VR ミステリーアドベンチャーゲーム。幼馴染みである8人の登場人物が誰もいない渋谷に閉じ込められ疑心暗鬼に陥る中、事件の真相に迫る。本作はクラウドファンディングを用いて資金を集め、2018年のクラウドファンディングでは目標250万円のところ800万円を集めることに成功した。 また本作は、スティームの売り上げランキングの VR 部門にて、世界一位を記録し、オクルスにより、エッセンジェルズに選出された。2020年12月4日には、本作の300年後を舞台にした、アルトデウス・ビヨンド・クロノスが発売された。本作はシンプルなビジュアルノベルの形式をとっており、テキストが画面に表示される。物語の演出に合わせて、スクリプトを作成し、 その中でキャラクターの動作や会話が行われる仕組みをとっている。プレイヤーは作中の分岐地点で選択肢を選ぶ。また、本作は一周では全ての謎が明らかにならないため、真実に到達するには二周プレイする必要がある。トゥルーエンド到達には一定の条件を満たす必要がある。1988年、ロシアモスクワのバラシュ派にて、 少年とその母親が行方不明になる事件が発生した。その一年後、バラシュハ付近の森で発見された初老の男性が行方不明になった少年と同一人物であることが判明した。少年の証言はどこかに閉じ込められており、母親の死が刑期で脱出できたというものだった。この事件はバラシュハ事件と呼ばれ、アガサクリスティに起きた空白の11日間と、 同様、突然人間が消失するなどの共通点が指摘された。消失した人間の移転先は黒の巣世界と呼ばれるようになった。2018年、寒散とした渋谷で目覚めた少年、桜井京介は自分を含めた8人の幼馴染と再会する。幼馴染はお互いに疎遠になっているが、その原因を思い出せずにいた。街頭ビジョンには、私は死んだ。 犯人は誰というメッセージが表示される。もしこの世界がクロノス世界であれば、脱出には事象を引き起こしている人物を殺す必要があった。登場人物たちは一人ずつ消失していく。オープニングテーマには、青イエールのアンリミテッドが起用され、本作の第二弾トレーラーと共に発表された。挿入曲には ASCA による攻防が起用され、 ミュージックビデオが本作とのコラボレーションとなっている。エンディングテーマには同じく ASCA のミラージュが起用され、2019年2月27日に公開されたキャラクター PV で初公開された。ミラージュの作詞は本作のシナリオを担当した瀬川浩、作曲、編曲はミディアレスト所属のコー陽洋介が担当した。 ミディアレストの入っている NK グリーンビル本作は2016年に創業したミディアレストが初めて制作した VR ゲームでそれまで同社では VR を活用したオリジナルライトノベルや漫画を制作していたミディアレストが VR ゲームの開発をメインで行うのは2014年に初めてミディアレストの CEO である岸上武とが遊んだ際に楽しいと感じたことを 理由に挙げている。岸上は2020年のインタビューで、欧米にて制作された VR ゲームの主流は、体感に重点を置いていたと述べている。技術力や資金で、欧米や北欧と競うのは、特策ではないと考えた岸上は、アイデアで勝負することにした。その際、プレイヤーに飽きさせないために、長編を作成することに決定した。制作にあたり、 多くの VR ゲームが目指す体験を重視した作風ではなく、プレイヤーが気軽に楽しめる鑑賞に特化した作品を作る方針を取った。VR の特徴の一つである実在感を切り捨てて快適性とテンポを優先するといった方法で制作された。本格的な開発は2017年11月に開始された。2019年7月25日に刊行された。 ファミ通で監督の柏倉春樹は PSVR 版の開発状況が97%に達していると述べた。2019年3月30日、バーチャルイベントサービスのクラスターにてリリース5発のイベントである東京クロノス最速ネタバレありクリエイタートークイン VR が開催された。2020年4月1日、エイプリルフールの企画として 作中で作られたカレーを再現した、二階堂カレンプロデュースカレーの発売を告知した。2021年1月、Facebook は、オクルスクエスト向けのアプリケーションのうち100万ドル以上の売り上げを達成したタイトルが60本に到達したことを発表し、本作はその一つに挙げられた。本作について、イグのジャパンの渋谷占領は、VR ビジュアルノベルの中でも数少ない。 キャラクターの動作より声を通じて物語を聞かせるタイプのものだと評している。ありがとうございます。